はい、どうも、翔平TV です。翔平でーす。お願いします。はい、本日、モンタナスポーツ来てるんですけど、翔平TV、新メンバーが入りまして、まあ、新メンバーつっても、一緒に撮影はあまりできないと思うんですけど、はいはい、個人的に撮影できるレベル あのスペックのある、おしゃべりなやつが、一人入りましたんで、ご紹介します。どうぞ。もう、入りにくい。それは。それは入りにくい。はい、どうも。新メンバーで入ることになりました、江頭です。お願いします。よーし。はい、そんな感じでね、映画にはね、いつもだったらね、皆さんこんにちは、八王子レクスタリティの江頭です。お願いします、はい、はい、これがね、これが定番だったんですけど、彼は今年から仕事を始めて、平日休みなんですよね。平日休みですね。土日休みじゃなくて平日休みなんで、土日僕らがこう、活動してる間は仕事をしてるんで、まあ、撮影できないんですけど、まあ、映画もね、なかなかのおしゃべりということでおしゃべりというか、しゃべりがまあ、達者だし、まあ、グローブの知識もあるし、まあ、良平とまあ、もうどっこいどっこいの、どっこいどっこいというか、まあ、いいレベルのね、知識を持ってるんで、そっちの方でも活躍してほしいな。はい。映画がこのまま YouTube やらずにいるのはちょっともったいないなっていうところ、うん、で、映画はまあ、平日休みじゃないですか。はい。で、平日、結構大井くんとかさ、他のメンバーと、そうですね。まあ、やってもらうのも全然ありだし、そこで翔平 TV としてコラボしてもらうっていうのもありなんで、はい。そういう感じでちょっとお願いをして、メンバーとして入ってもらう感じで、はい、まあ、サブメンバー的なね。そうですね。メインというよりかはサブで入ってもらって、まあ、はい、まあ、主にグローブの方メインでやってもらう感じになります。はい、そうですね。まあ社会人の傍らでこうやっていくので、まあなるべくね、グローブの良さだったりとかをこれまで通り皆さんにこうお伝えできればと僕自身思ってるんですけれども、はい、まあ仕事の合間を縫ってやっていくので、ちょっとなるべく両立も頑張ってやっていきたいなと思っておりますので。そうですね。はい。まあまあ俺らも言うて仕事の合間というか、まあでも正直言うとそこが一番大変なところではありますからね。そう。まあそうですよね。まあ、映画と撮影をしだしている時はもうすでに俺らも仕事をしながら休みの日に撮影をしてってやってたんで、まあ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 そうですね。それ同じ状態っていう感じ。そうですね。まあ、同じ状態なんで、はい、まあ同じ状態、まあそういう状況でやるっていう中で頑張っていこうぜみたいな。頑張りましょう。だから、はい、ギャラはなしです。だからノーギャラっていうことで、今回はただ働きで、結構映画のこのボディシルエットとかね見て気づいて街中で声かける人もいますよ。いや実際いましたもんね。いますよ本当に。翔平 TV 出てますよねみたいな、はい、あったし、本当に、まあ、ハチレクの方でも出てましたよねっていう、はい、いるし、俺らはあんまり気づかれない。ああ、気づかれない。そう、俺らはあんまり気づかれないんで、はいはい、映画は完全に気づかれるタイプのやつなんで。待って、そんな変わんないけどね。いやいやいや、いやー、インパクトあるよ。ちょっと待って、インパクトありますんで、まあ、否めない。ちょっと暑苦しいと思うんですけど、ここ、両サイドが暑苦しいんですけど、ちょっとね、キャラ被ってるんで、その辺ちょっと、キャラ被ってる、キャラ被ってるんですよ。体型かな。あ、体型の方、体型被ってるんで、はい、その辺ちょっと、両辺さんもじゃあちょっと同じ風に。いや、マジで。やっぱ目指すは重量級ですよね。重量級で。細いんだ、細いんだ、ちょっと。そうそうそう。今、あれですよ、安田大サーカスみたいな感じですよ。あー、そうですね、っぽい感じで、ヒロが2人いるみたいななんでなるほどね、はい、どっちかヒロちゃんにならなきゃいけないと。それはちょっとしんどいですね。なるほど。はい、はい、って感じで、まあこれから映画と一緒にやっていくんですけど、まあまずはいろいろカメラのアングルとか今日決まりがあるんですよ。実はこういうふうに撮ってますけど、結構決まりとかあって。そうですね、上開けるとか、そう、上げるとか、いろいろまあ遠すぎでこう喋んないとか、物があったらこう前にしてこう見やすくするとかまああるんで、まあ、それできると思うんで、多少ね、ハチレクでもやってると思うんで、まあ、プレッシャーがね、はい、こう徐々にかかってるわけですけれどもはい、今回は映画の入団会見風な入団会見風なね、なんかワイシャツに来ちゃっていや仕事終わりめちゃめちゃ仕事終わりですから、まあ、今日急に呼び出したから、ね、ちゃんと会社終わりですね、はい、まあ、夏なんでね、なんかまた3人でなんか遊べたらなとか思うんですけど。そうですね、まあ、なかなかね、まあ、機会があればです。はい、はい、やっぱ変なことしないようにと。あ、気をつけますという感じで。はい、はい、女性関係とか2人揃うとやらかすから、絶対なんかやらかすから。何なんかやらかすから、ハメ外すから。でもね、意外とそういうとこしっかりしてるかもしれないです。僕はしゃぎ行こうって言っても絶対行かなかったんで、まあ、映画は意外と真面目だけど、こいつがダメなんです。海行って、はげ切ろうぜって言っても、こいつと言ったら、結局ね、カムになっちゃってね。まあ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 、それはね、まあそういうとこですよね。はい、という感じで、まあ、いろいろ喋りましたけど、で、まあ、まあ、急遽なんですけど、これ、映画に、これ映画に初めて見せるんですよ。いや、これね、ずーっとね、カメラ越しでずっと気になってたんですよ。これ、映画に初めて見せる。まあ、この場を借りてね、なかなかいないんで、これ言っちゃう、はい、これ、ダン。
ちら、オールスターモデル。これ映画がね、好きな方かな。これ俺持ってるかな。これ俺の加入の贈呈に。あ、でもこれでもあれですよね。始まった始まったぞ。やっぱね、グローブいいっすね本当に。これ大井さんが片付けしました全部。でもここのやっぱ土手の浮きないのすごいですね。ここの大井さんですよ。大井さんが大井さん、大井さんやっぱすごいっすね。大井さんやっぱすごいっすね。おじさんやっぱすごいっす。おじさんやりましたね。でもこのやっぱボール掴めるこの感じはやっぱつかみ取り系のグラブだなっていう感じがしますね。そうですね。その 外側のエナメルどうですか。いや光沢えぐすぎませんこれ。これ本当に僕初めて見るんですよ。本当ですか。はい、すごいっすねこれ。これね、今知ってます、翔平さんフェードアウトして、亮平さんフェードアウトして、これ締めろってことなんですよこれ。まあ実際どうね締めるかってね、ちょっと難しいですけど、まあこれからもですね、ぜひぜひ翔平 TV 応援をよろしくお願いいたします。まあ気が向いたらね、気が向いたらハチレクのチャンネルもぜひ見ていただければと思いますので、よろしくお願いいたしますすげえ助け求めてんの、マジか。当たり前じゃないですか。ちょっと用があってはい、というわけで本日の会場となります、はい、チャンネル登録、コメント、高評価、よろしくお願いします。それでは、ありがとうございました。ありがとうございました。よろしくー、うん、はい、こちらをプレゼントいたします。1万人行った時用のプレゼントとしてデサントの内野公式用になります。まあ視聴者の人はね、公式やってるから軟式グローブもらってもしょうがないって人が結構多いと思うんですよね。で、しかも僕あえてこれにしたのが、あのカラーリングも高校生使えるカラーリングなので、まああえてこういうのを買ったっていうのもあるっちゃあります。まずは1万人、1万人達成したら、そうです、オッケー。この動画なり、まあいろんな動画にデサントのグローブ分かるように、はい、デサントのグローブ欲しいです。デサント、まあ、今並行してモンタナさんの現代モデルも、まあ、8000人のやつなんですけど、まだモンタナさんの方の登録も終わってはいないので、デサントのグローブ欲しいです、はい、そうです、そうです、現代グローブ欲しいです、はい、両方でもいいですよ。そうですね、はい、コメントしてもらえて、はい、で、また1万人達成した時に達成しました動画っていうのも出るとは思うので、はい、まあ、そちらに最後やってもらえるような形です、まあ、常に動画から見ていただいて。そうです、はい、いつ発表するか分かんないですよ。そうですね、いつ1万人か分かんない、1万人か分かんないんで、僕らのインスタとかツイッターもね、はい、結構いろんな情報、裏情報とか、はい、突然ゲリラプレゼント企画やっちゃうと思うんでね、はい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 、登録しておいてもらえれば、はい、いいかなと思います。そうです、お願いします、はい、革自体もいいグローブなので、今回もね、前回も僕は高校生向けなプレゼントだったので、今回もちょっと高校生とかぜひ、たくさんの応募お待ちしております。はい、現在翔平 TV プレゼント企画開催しております。モンタナスポーツのインスタフォロワー3000人達成で現代モデル軟式をプレゼント。現在チャンネル登録者数9000人突破、皆さん本当にありがとうございます。まだまだこれからですが、1万人を目指して頑張っていきます。1万人達成したらさらにプレゼント企画を開催します。皆さんの応援よろしくお願いします。ありがとうございました。本日の動画は以上になります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。翔平 TV T シャツ販売、走れ大井チャンネル、大井くんの T シャツも販売しております。モンタナスポーツのリンクから飛べますので、ぜひともチェックしてみてください。皆様チャンネル登録はお済みでしょうか。チャンネル登録1万人まであとちょっと頑張っていきますので、皆さん応援の方よろしくお願いします。それではありがとうございました。切るのさ、磨き抜いた切れ玉で。